はい、アキラソースです。F1 女子のキャリアアップに挑戦、シーズン15メキシコグランプリ予選と決勝したいと思います。今回ですが、アップデートはね、入ってないので、前回と変わってないんで、下から4番目のチームということで、AI93 でね、引き続きます。ただね、前回のアメリカはですね、ちょっと あのペダルのセッティングをですね、ちょっとコトマス仕様に戻し忘れた状態で、アイレーシング仕様にした状態に気づかないまんま走っちゃってたので、ちょっと余計に難しかったなっていうのがあると思うが、今回は、しっかりちゃんと、コドマス仕様のペダル設定に戻しておりますので、AI93 のメキシコ。まあ、メキシコは別に得意でも苦手でもどっちでもないっていうところ。まあ、通用するかどうかっていう。まあ、得意じゃないというのは確実なので、まあ、得意はないところ、まあ、ただめちゃくちゃ嫌いでもない、どっちつかずなところで AI93 で通用するかどうかっていうのを、ちょっと試していきたいなと思います。それではやっていきましょう。あ、10秒前ぐらいで入れた。ラストアタッカーになるでしょう。厳密ならこうなかっただと思う。あー、ダメだ、届かん。 0.037 ダメだ。カットラインは 14.8。 うん、コンマ2さん上げんとダメでしたよね、確かね。さあ、残念ながらアタック止まらず。さあ、マリノもギリギリ。まあでもコンマ2、まあ、うん、15秒台なら全員落ちてるって感じですね。そんな惜しいわけでもないか。マシン戦力的には下から4番目なので、まあまあまあ突破して叱るべきだったんですけど、ちょっと残念ながらね、2人とも落ちてしまいました。さあ、そして私とマリノの差がですね、ほぼほぼないですね。15.004、15.057 ということで 0.05 差ぐらいっていうぐらい拮抗してるので、まあ、AI93 でのここは、まあまあちょうどいいレベルって感じですね。チームメイトとの差があんまりなくなってる。まあ毎回ね、ドライバーを育てる、選択肢を結構選んでるので、マリノもだいぶ育ってきてると思うので、まあ、現状だと、まあいいレベルで遊べそうですね。ということで、やっていきましょう。昨日はしてやったりのバルテリボッタスがポールポジションからスタートします。その横にはルイス・ハミルトン。残りのグリッドも見ていくことにしましょう。ルクレール、ノリス、セルジオ・ペレス、そしてフェルナンド・アロンソ、オコン、ストロール、ラッセル、ダニエル・リカルド、ラティフィ、サインツ。グリッドペナルティにより後ろからのスタートとなります。アントニオ・ジョビナッツィ、オーナー、ドライバー。お、14番スタート。ライバーがありましたね。グリッドペナルティが課せられます。セバスチャン・ベッテル、そしてニキータ・マゼピン、ミック・シューマッハ。グリッドペナルティにより後ろからのスタートとなります。佐藤、フェルスタッペン、そして今日の最終グリッドはピエール・ガスリー。さあ、いよいよ開始時刻、トラックの方へ移りましょう。よし、早い、後ろ。こんなにスタート悪いわけじゃなかったのに。14番手スタートだけど20番手にいる。ちょっとびっくりするぐらい周りが速すぎる。
ソフトタイヤ人。あ、後ろでもあれ結構周りソフトばっかりだな。あ、でもウィング大事に、とにかくウィング大事に。お、どうした？お、これ多分ライコね、ウィング壊してますね。なんか かけらみたいなの見えたもんな、さっき。おぉ、このか、そこから、その、そこからさらにいいよ、ついてこようとするガッツリ。危ない。あ、角田もこれウィング壊したんすね。ウィング壊したぜでトレインができている。マリノがピットに入った。うわ、スリーワイド。うわ、これうわいけ、危ねえ。おいで、出て、あー、回されたー、されたー。くそ、後ろ疲れたー。今ステアリング切れんかった。いや、やらいな。さあ、今ウィングは大丈夫だったかな。とりあえず大丈夫そう。前一番軽微なね、あのちょっと欠けてるっていうのは表現的にあるかもしれないですけど、一応黄緑色にすらちょっと見た目変化がなければ、まあまあそんな体感感じるレベルではないはずなので、ね、壊れてる方がフラッシュバック使えるのに。DRS が使用できる。前のマシンとの差が1秒以内なら DRS ゾーンで使えるぞ。ああ、また抜き狙いしましょう。どうせあと 1,2 ラップで AI ペース落ちる。待って、ちょっと待って。え、ちょ、いや、ウィング壊れてる気がするな。気のせいか、気のせいなのか。ちょっと、あのセクター2というかそこの、うん、ダウンフォース不足感を感じる気がする。なんか、あれ、あらゆるところでちょっと思ったより曲がんない気がする。前のマシンとの差は 1.6 秒。ちょっとウィング破損した可能性もありますので、次ちょっとオート交換ではなくてウィング交換はハイにしておきました。交換されたら壊れたということか。あれ、ちょっとでもダメージ入ってると、ハイにしてると交換されますからね。セクスリーで離されるんで、この直線ではちょうど追いつくのでやっとなんですよね。角田についての情報だ。リタイアが決定した。はい、ことできた。非常日を抜きたい。あ、全開でいけない。なるべくくっついてストレート。
イエロー。抜けないじゃん抜けないじゃん。あ、いや、直線半ばで解除ですね。よし、これはストレートエンドでさせる。よし、よくやったな。素晴らしいパスだ。あ、リリーティーバグってる。うお、危ない。うお、危なかった。あー、これはイカれた。順位を上げるんだ。あ、これは完全にいかれしまった。いや、レースも取られた。手のマシンからラップあたりコンマ数秒遅れている。さあ取り返せる。やっぱこれみんな2ストップかな。おっと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 、危ね危ね危ね。おお、ロックした。危ね、回らんでよかった。危なかった。首を引き離すことができない。今18秒、は 20.6。 順位を争ってるらへんとしては、まあ20秒台ぐらいの人が多いので、まあそんなもんかって感じですか。マリノがピットインした。あ、後ろバトってくれ、頼む。アルピール、アルピールじゃない、ストロールか。ストロールとジョビー、ここでバトってくれ。この隙にサクラさっさと逃げられるもんなら逃げたい。いや、どう考えてもストロールの方が早いですね。ロールはニューソフトだ。順位を上げろ、お前ならできる。その隙にジョビが再び前に出る。ニューソフト。インドこれ消化するかな。あ、ストロール入った。あ、やっぱ壊してたんか。あ、
ぱちょっとダウンフォースの低下を感じたけど正しかったですね。全然黄緑にすらなってなかったけど。ってことはあの S 字の法則なんかあれ全開でいけないなっていう感覚が正しかったんであれば今度はいけるはずか。あちょっとウィング交換により、あ全然違う、あ全然違う。あマリノの前に出れた。ちょっと待って、もう2ストップしてる車いますね。ボタンでしょ、3ストップじゃない。ちょっとここは、ここはちょっと今ライン取りまで間違えた。一周目後ろから小突かれて回された後に時にやっぱ壊してたんですね。右の翼端板だと思うんですけど、全然違う。まあニューソフトっていうのもありますけど、まずはさっき抜かれたストッコルに追いつく。これハードなんで、もう入りませんのでね。さあ、ジョビが、さあ、ちょっとウィング交換してる分7秒があるので、ジョビの方が前で A 復帰で。さあ、けど、ウィング分、破損分が治ったので、十分バトルになるでしょう。あ、ジョビがハードのストロールをオーバーティック。あ、うちもすぐ抜きたい。ちょっとここで今行くのは危険だった。ああ今日のライバルはジョビですね。危ない。あ、もうちょっと次の直線でいいか。落ち着いていこう。直線でストロールに DRS を取られるとまたちょっと面倒くさくなっちゃうので落ち着いていきましょう。でジョビがマゼピンを抜いて前に出る。よくやった。ちょっとバッテリーも回収しながら行きましょう。あ、セクターは紫。さあ、ちょっと DRS は取れなかった。前のマシンとの差をわずかだが縮めた。この勢いをキープしろ。あ、これはどうだ、ちょっといいか。いや、え、
あ、DRS を取って、さあ、第一スティントでは、リングを破損した状態で、ジョビを引き離すことができませんでしたが、さあ、ウィング、治った、今、どうか。失敗した。あ、DRS 上げてしまった。前にいるマシンとの差は 13.8 秒。あ、ジョービー DRS 離したかな。でもうちもまだ前のには乗れてない。おお、腕やめて。なんかこのタイミングで入れそうになってしまって、欲の扉が開きそうになってしまうタイミングがすげえいっぱいある。入るにはもうちょっと1コーナー時点で外並走状態の方が望ましいんですけど、ちょっと体勢不十分なんで。はダウンフォースないんだろうなっていうのがすごくわかりますね。まあピット。10位につけた。ポイント獲得圏内だぞ。あ、もうちょっと。ソフト。大事にしよう。このタイヤで最後まで走るんだ。あ、15番手復帰。前2台はミディアムですね。比較的ニューミディアムなので、まあ、ペースダウン、はあんまり期待できませんか。前のマシンとの差は 12.3 秒。さあ、ジョビとベッテル、あ、これで2つ上がって3番手。さあ、まずは前のアロンソ、ガスリーをバトルに持っていきたいので、追いつこう。ストロールトレインか。ハードだからだ。ナイスドライビング。おお、なんかパステスト。パステストラップだ。最後ちょっとミスったけど。ストロールハードトレインになっておりますね。とりあえず乗りましょう。あ、ガスリーが前に出た。先頭車両が遠ざかっていく。となるとアロンソさんもすぐ抜いていくでしょうね。次の直線で一気にストロールを抜いていきたい。
チームメイトに対するアドバンテージは 15.9 秒。アロンソまでも奪っていく大外刈り。さあ、そして DRS までもらう。なあ、こりゃ完璧だった今。狙い通り。で、次のホームストレートでガスリーさんさせたら最高。よし、絶好のポジション。いいぞ、今のでファステストラップ更新だ。ちょっと失敗した失敗した。しかし DRS を使えた。さあ、ガスリーさんを相手に引き離せるか問題。あと6ラップもある。3連続ファステストで一番タイヤの美味しいところを使って抜いたけど、この後落ちてきますんでね。よし、ガスリーさんは 2.7 秒。よし、離した。ラッセルが前で 2.9 2.5。 ちょっと渋くなってきたな。1秒、後ろのマシンとの差を広げているぞ。詰めるラップ秒数がほぼなくなってきた。さあ、2秒切ったけど、とにかく DRS に入んなければ。あ、リカルドが前に出てきてますね。あー、でもラッセルが DRS 入っちゃうとめんどくさいな。かかってくれるといいけど。そしたらワンチャン2つ上げるチャンスが。あ、ちょっと今バッテリーのことを気にせず、ちょっとガンガン使ってまず追いつこう。カルドトレインになれば少し充電使えねえか、回収できるし。とにかく DRS がいる。ラッセルに先にリカルド DRS に乗られてしまう方がまずい。1.3。 よし、次のラップでラストラップのホームストレートでひょっとしてさせる可能性。あー、このラップ大事。許されない。ね、リレーティブがバグってさ、見えなくなるんがちょっと問題なんですよね。ここで距離が分かんなくなる。さあ、絶対に乗らなきゃいけない。次の DRS。
じゃないか、じゃないか。ファイナルラップ、あー乗った、あけなしのバッテリー。ギリギリ。素晴らしい走りだ。前のマシンとの差は 4.9 秒。あー守れ。よし、よし、これはナイスレース。9番手、これは得意でも不得意でもない、どっちつかずな。初サーキットで AI93 で第一スティント、ウィング壊してちょっとペース上がらずにウィング交換入ったので完璧なレースではなかったものの、ポイント取れたのはこれは良かったですね。はい、ということで、今回久々のポイントですね。3ポイントゲットということで、バステストポイントまで入りましたね。あ、これはラッキー。14番スタートからの、まあ、キーフィニッシュ。まあ、でも実質ね、1周目で20番手くらいまで落ちちゃったんで、結構最後尾からやり直しみたいな感じになっちゃったんで、これはナイスだった。今回スタートはそんな悪くなかったと思うんですけども、その後の加速がもう後ろのあのソフトスタート陣がもう全然違って、もうがっつり抜かれてきましたね。そう、私も反応自体は別に悪くなかったんですけど、なんか加速をしていく段階のところでちょっとうまいこと加速をしていかなかったですね。ホイールスピンちょっとビビって、もうちょっと踏めたのに踏めてなかったのかな。で、この後多分今ウィングがなんか飛び散ってる車がいたんで、何台かウィング壊してるんですよね。さあ、序盤、そう、ここ前3ワイドになっていて、そこを縫っていこうとしつつ、どっかで、この、これカオスですよね。ここは位置取りよくね、フェルスタッペについていこうと思ってたんで、うまいこと抜けていったこの先。ここでね、小づかれちゃうんですよね。これで多分右の翼端板を破損してました。あ、ちょっと欠けてますね。で、ウィング変えてペースが良くなったものの、なかなかね、トレイン前に追いつくまでにちょっと時間かかったけど、追いついてからは結構スパスパ抜いていけましたね。さあ、ここ大外刈りでアロンソまで一気に大外刈り行けちゃったとこですね。狙い通りだったとこ。でフィニッシュ。
最後ラッセルまで捕まえられたのは上出来。はい、ということで、今回、メキシコグランプリ9番手ということで、久々ロシア以来のポイントですね。まあ言うてもこれポイント取ったのが結局アゼルバイジャン、カナダ、フランス、ロシア、メキシコしかないんでね、まあ、フランスで、ね、勝ってはおりますが、いや、なかなか厳しい戦いを強いられております。というかね、フランスぐらいの時にはまだちょっと戦力がこう結構真ん中辺になり始めてたんですけど、その後エンジンブロー等々がね、また2回ぐらいあったおかげで、また信頼性の方にばっかりもう何千ポイントも使っちゃったので、ちょっとここ、中盤以降が全然うち開発されてなくて、結構横ばい状態でずっと来てって、結局下から2番目にまた戻っちゃったんですよね。そういうちょっと戦力の低下もあってちょっとね、一桁フィニッシュはちょっとだいぶ厳しかったんですけども、まあ、今後はもうだいぶ、残り、またパフォーマンスどんどん上がっていくので、もうちょっと真ん中のチーム、これで言うと、まあ、ウィリアムズぐらいになりたいですね。あ、そっか、ウィリアムズの方が上だから、ラッセルやりよるとか言ったけど、当たり前なのか。そうだ、ウィリアムズこの世界戦では上位チームでした。上位チームというか真ん中チームですね。うちより全然上でした。さあ、ということで、次戦はブラジル、またね、動画の、また、動画が出ると思いますので、またよろしくお願いします。ということで、本日の動画は以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。また次回よろしくお願いします。それでは、またね。